こんにちは。シュタインバッハ大学の石川です。2024年4月17日ウクライナ軍は長距離無人、自爆機を使ってロシア連邦タタール、スタン共和国にあるツポレフ 22m を製造修理する工場を攻撃しました。今日はこのことについてお話しします。 ウクライナ軍が長距離無人自爆機を使って4月17日に攻撃したのはロシア連邦沿ボルガ連邦管区のタタールスタン共和国にある火山航空機工場です火山航空機工場はモスクワから東に720キロメートルウクライナ国境からは1070キロメートルほど離れています。 ウクライナ軍は 1,000km を超える航続距離の長距離無人機を保有しているので攻撃できる範囲内に火山航空機工場はあります火山航空機工場は工場が建つ敷地だけで1平方キロメートルほどの広大な工場です米国シアトルにあるボーイング社の旅客機を製造するエベレット工場を中国の江沢民主席が視察したときに 私は代表取材で江沢民主席について回ったことがありますが火山航空機工場はグーグルアースで計測するとボーイング社のエベレット工場とほぼほぼ同じ規模の巨大な工場です火山航空機工場は1934年から生産を開始した歴史ある航空機工場です設立当初は 当時最大の航空機の一つアントノフ20を製造していたといいます現在火山航空機工場では主に超音速爆撃機ツポレフ 22M そしてツポレフ160の近代化改修版などの製造と修理を行っていますこの映像は4月17日に SNS にアップされました ダタールスタン共和国の火山で撮影された映像だと言います。空襲警報が街に鳴り響いています。この映像も4月17日に S. N. S. にアップされました。ダタールスタン共和国の火山のおそらく工場の増設工事現場のようです。やはり空襲警報が鳴り響いています。 この映像も4月17日に SNS にアップされました。タタールスタン共和国の火山で撮影者は爆発音がした方向にスマホのカメラを向けたようです。煙が上がっているのが見えています。ウクライナ軍の無人自爆機が標的に突入したか。 もしくは撃墜されたかのいずれかだと思われますこの映像も4月17日に SNS にアップされましたタタールスタン共和国の火山で今度は車の中から煙が上がっている様子を撮影していますこちらも爆発した後に撮影を始めているので爆発した瞬間は映っていませんしたがってこの映像が工場にドローンが命中した映像なのか もしくはドローンが突入する前に撃墜された映像なのかを判断するのは難しいかもしれませんウクライナのメディアキーウーポストはウクライナ軍の無人機は火山航空機工場にヒットしたと報じている一方でロシア国防省はいつもの通りドローンは撃墜されたと発表しています なお地元のテレグラムチャンネル火山アットマキシマムスピードによれば火山航空機工場と火山ヘリコプター工場で空襲警報が鳴った後で工場労働者の避難が行われたとしています。本チャンネルでは先日4月19日月ロシア軍の超音速爆撃機ツポレフ 22M3 が ロシア南部のスタブロポリ準州で墜落したことをお伝えしましたがこの墜落ではウクライナ軍はミサイルによって撃墜したと述べまたロシア軍は撃墜ではなくて技術的な故障による墜落だとしていますツポレフ22は旧ソ連のツポレフ設計局で初めての大型超音速機として1954年に設計されました 量産型の中距離爆撃機としての設計でしたが配備されたのが長距離爆撃航空連隊だったため本機は中距離爆撃機ともまた長距離爆撃機とも言われています。ツポレフによれば近代化改修版としてのツポレフ 22M3 は1977年に初飛行を行いましたが 最新バージョンのミサイル発射用の機体は2018年の初飛行であるとツポレフ社は述べています火山航空生産協会によれば様々な改良を施したツポレフ 22M はこれまでに延べ500機ほどが生産されてきたとしています ウラジーミルプーチン大統領は今年2024年2月にこの火山航空機工場を視察し近代化改修されたツポレフ 160M4 の操縦室に乗り込み10分間も越に行ったとされていますプーチン大統領の火山航空機工場に寄せる思い入れと期待の大きさが見て取れます今日はここまでします 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。